津波スカウト見てる？今の中日をドラフトと絡めて考える一発ドーン。フェードロー野球チャンネル。エガちゃんちょっとね、苦しいシーズン続いてる中日なんですけども、はい、一軍メンバーを指名順位などね、はい、ドラフトから見てみて、ちょっと今の中日見てみようと。あ、ご好評シリーズですね。あら、そうなの？あんまり意識はしないんだけども、早速いってみましょうか。はい、あ、ちなみにこれまでは阪神、うん、オリックスカープと、うん、見てきてます、はい、なので特にオリックス阪神っていうのはドラフト候補者なので ね、 そ, うね、その辺と照らし合わせてみると浮き彫りになるところがあるかなと思います、はい、ピッチャーから参りましょう、はい、ピッチャー10名ドラフト組おります、うん、小笠原選手なんかね、うん、もうでも2015年だから芸歴でいうともう8年目とかな僕らに近いかもしれないですね。あ、本当はね、うん、相模から来てると、はい、あとは高橋宏斗選手なんかもね、うん、2020年のドラフト1位と、うん、で藤島選手、うん、これ意外と俺ドラフト上位だったかなって思ってたけどドラフト5位なんだね。おうおう、東邦選抜の優勝投手でした ね、 ね、うん、こういう地元からの指名っていうのもちらほら見られるという感じですね。 そうそうそう、それではいろいろ高校生出身とかね、うん、振り分けてみると高校生10分の3、大学生10分の4、社会人独立10分の3と、まあバランスは取れてるのかなと思います。いい、ね、うん、オリックスなんかは12分の5、12分の3、12分の4だったんで、オリックスなんかは高校生しっかり育てられて、なるほど、ね、てるのかなという差はありましたね、はいはい、うん、でもねこの10っていう数字が俺ちょっと衝撃だったのよ。そうだね、こ そもそもこれドラフトで取った投手が一軍にいない、これ言わざるを得ない。そうか、外国人枠と一緒だもんな。そうそうそう、うん、まあ、といってもまあ阪神が11でオリックス12なんで、うん、まあ1、2とかの差ではあるんだけど、まあまあ、ちょっとなんか数字が少ないなと思います。あ、そうね、で外国人とか、外部から来た、なるほど、今季だとこの斉藤選手なんかがね、あ、そうか、かなり活躍してますけども、はいはいはい、まあ、頼りガチなのかなという見方もできます。なるほどね、まあ、近年は特にね、近年特にね、うん、上位だったのか下位だったのかでいうと10分の6は上位、うん、10分の4が下位というので、うん、まあ、カープほどではないんですけども、上位ピッチャーを多く使ってるのかな。まあまあ上位が当たってるという言い方もできるよね、まあ、裏を返せば下位を育てられてないんじゃないかっていう見方もできる。そうだ、ね、まあ、これどっちも見れるんですけど、まあまあ半々ぐらいだったらね、うん、で10分の4がドラフト1位と。おお、好きだね。ドラフト1はやっぱ当てるよ。当てるね、ドラゴンズは、うん、しっかり使えてますよね、うん、で、ちょっと買い組にね、限定して見てみるとね、うん、松山選手なんかが2022年の育成1位で、そうよ、来てるんですよ、ね、やっぱり良かったな。俺はもう本指名してあげるよ。いやいや、本当だね、本当だよな。俺は本指名してあげてよと、あ、本当に思うんだけども、まあ、育成出身で、うん、下位指名の選手をこう遡るとね、2016年ドラフト5位の藤島選手まで遡るのよ。あ、そう、一軍にいる下位指名の選手。あ、そうっすか。やっぱりね、下位ちょっと近年の、うん、あ、選手の見方とか育て方っていうのはちょっと課題ではあるんじゃないかな。そうだね、は思います、うん、で10分の5が東海地区に援交があります。これ多いです。多いんだよ。いや、異常に多いよ、やっぱり。非常に多いです、うん、まあいいところでもあるんだけどね。そうだね、ファンの人からしたらね。そうだね、応援しやすい、あとね、うん、応援しやすいっていうのはあるんだけども、うん、というピッチャーですね、うん、じゃあバッターいきましょう。はい、こちらも10名なんですね。お、ちょっと少ない、ね、お、少ないな。あ、まあ、じゃあトレードしまくったから。そう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 、で石川昂弥選手、うん、これ東邦高校、うん、ドラフト1位でございます、はいはい。石垣選手なんかもね、ドラフト3位なんだね。おお、そうね。坂田南高校から来てます。うん、あとは、ルーク選手ね。うん、近江高校。うん、ほら。ああ、もう、言わずもがなです。言わずもがなでしたから。ああ。とか、大島選手なんかは、日本生命から、ドラフト5位。小林選手のね。そうか、そうか。ああ。俺はドラフト5位で、お前2000本安打の選手を取ったんだ。いや、素晴らしいよ。すごい、うん、素晴らしいですよね。うん、で、この辺を振り分けてみると、高校生。出身が10分の6、うん、社会人独立先いきます、うん、社会人独立10分の4、あれ、大学生10分の0、これですね。あれ、これはびっくりしたぞ、まあ、これ今のね、あ、今のその9月の19日の、あー、なるほど、一軍の情報であるんですけども、あ、ブライトいない、いない、村松いない、いない、おかしいね、ここだと思うんだよ
苦しんでんの。まあね、そうだな。あその辺りの選手が出てきたら一ガラッと変わるけどね。そうなのよ、うん、大学ゼロはこれ衝撃でございます、うん、外国人、今年ちょっとね、なかなか3人とも外れといったらきつい言い方になるかもしれないですけど、うん、期待してた数字は残せなかったと。ちょっとね、でも僕思うんですけど賛否両論あるかもしれないですけど、あえて言います、これ外れてよかったよ。え、どういうこと。もうこれで日本人で行くんだと。ああ、これはもう変わりますよ、目の色が。腹くくった。ああ、もう外国人頼らない。でヘッドも清原さんにして。ああ、もうそうだよ。清スポですよ。 PL 芝居で行くと。もう片岡さんもなんか入れて。そうそうそう、外国人もなんだけども、この大卒のね、即戦力っていうのをちょっと結果出てないっていうのが得点力厳しいのかなというのは思いました。そうね、はい、で上位指名か下位指名でいうと10分の5、10分の5で綺麗に分かれてます、うんうん、これなんか露骨に差が出る球団出てこないな、なかなか。あ、これ、ね、カープだな。カープ12分の9はピッチャー上位だったな。ああ、なるほどね、うん、プロ入ったら一緒なんだね。一緒だよね、やっぱり、ね、うん、で、投手と同じく、うん、半分が東海地区関連です。おお、援護これね、いや、分かるんよ、うん、いいことでもあるんだけど、うん、仮に本当に迷った時にな、うん、これ名古屋にゆかりがあるからっていう理由で選択してるとするならば、うん、ちょっとね、考えた方がいいんじゃないかなとは思った、うん、まあまあまあ、プラスオンしてるならね、うん、同じような実力でこっちを選んでるのはあれだけど、そうそうそう、ちょっと逆転してるなら、そう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 、ちょっとこの傾斜配点もしかけてるからちょっとね、あの一個考えてもいいのかなとは。まあ確かにね、勝つことが一番のファンへのね、うん、うん、サービスですから。僕ちなみに中村翔成選手広島出身だからって別に応援してないです。いや、それは違う。それはまたあの、あなた別問題ですよ。ちょっとあのその話論点すり替わってますよ。いや、それだからそう、ファンも本当に地元だからっていうのはあるのかなっていうのはね。ああ、そうね、あ、そう、そうだね、地元だから好きになるってわけじゃないね。そう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 、難しいけどね。うん、そうね、で、投手以上に、外国人とか外部組に頼ってるのかなと、うん、で宇佐美選手、細川選手、後藤俊太選手、うん、加藤選手、ビシエド選手、カリッセ選手と、うんうん、多いね、多いね、ドラフトでかけた選手をもう少しこの割合増えていけば ねいいのかなと。細川選手は大当たりですよ、でもね。いやね、まあ、これも戦力だからね。いや、ほんとね、これは素晴らしいよ、うん、で今年は、どういう優先順位になってくるか最終的に分かりませんけども、うん、即戦力、大卒、スラッガーきっちり当てれば面白いんじゃないかなと。当てたいね。上田選手をね、俺は1位で切ってもいいと思うんだよ。いや、上田ね、あ、そうだね、俺もすごいいいと思う。で、田中美希也選手なんかも帰ってきて。あ、そうそうだね、フェアからね、ショートで田中美希也選手なんかも誤算だね。そうだね、フルでやってたら。そう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 、全然いたね。だから内野の層は一気に熱くなるんでね、非常にいいよ。このドラフトは大卒、ストラッカー、上位指名どうでしょうかと思いますね、うん、はい、ということで中日のね、一軍メンバードラフトと合わせて追ってみました、はい、皆様のコメントお待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。結構あのこのシリーズファンの人からのコメントすごい勉強になるよ。あ、ほんとね。いや、マジでやっぱりありがたいです。ありがたいね。ありがたいですね。ジェラードあえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。